外回り分岐部予備トンネルは、東京都杉並区から、練馬区にかけての東京都道311号環状8号線に位置するトンネルである。西部新宿線、早稲田通り、新大梅街道、千川通り、旧早稲田通りと地下で交差している。1キロ以上ある長いトンネルのため、西部新宿線との交差部分には、速道通行車両用の立橋がかけられており、 トンネルと陸橋の上下で西武新宿線を通過する形になっている。環状8号線は開通当初は西武新宿線とは予義駅前で踏切による平面交差をしていた。西武新宿線の運行本数が多く予義駅前で電車が低速で通過することもあり、1時間あたり平均で約32分ラッシュ時には 約46分遮断される平ずの踏切であった。そのため、カンパチ通りの開通区間が伸びて、交通量が増大するにつれて渋滞が激しくなり、東京都内で有数の渋滞箇所として有名であった。そこで、西部新宿線との立体交差が必要となったが、もともと同線の連続立体交差の計画があって、伊予木駅前には速道用の用地を取得していなかったため、 道路幅員が狭く、2車線分の立体交差しか建設できない状態であった。そのため、西部新宿線の南北で関八通りと交差している、早稲田通り、新大梅街道、千川通り、旧早稲田通りといった、幹線道路との立体交差事業と一体化して、いよぎトンネルが建設された。まず、いよぎ駅前の渋滞を早期に解消すべく、 トンネルに先行して上下1車線ずつ、計2車線の立橋が、西部新宿線の交差部分に建設された。これは、現在も、速道通行車両用の立橋として利用されている。伊予木トンネルは、早稲田通りと交差する、清水三丁目交差点の南側から南田中二丁目交差点の手前までが先行して建設され、1997年4月30日に、開通した。 その先の北側部分は、カンパチ通りの未開通部分であり、機械通部分が、南田中二丁目交差点でささめ通りと直結していたことから、延伸とともにトンネルを建設すべく、地下構造物の一部を建設した後、埋没させておいた。このトンネルの一部完成により渋滞が大幅に緩和され、その経済効果は、東京都によると、年間200億円と推測されている。 しかし、流れが良くなったことで、交通集中を招いて、交通量が増えたこともあり、徐々に完成前ほどではないが渋滞が起きるようになった。その後、2005年に1月から未完成だった北側部分において、南田中二丁目交差点を越えて、笹目通りへの出口や八号線延伸部分である、練馬トンネルに地下で接続する延伸工事が行われた。 2006年5月28日に開通し、伊予ぎトンネルは全線完成した。1997年の開通当時は、トンネルの北側は南田中二丁目交差点の南までであった。2005年3月より全線を片側一車線規制にして、トンネルを延長し、ネリーマトンネルに接続する工事を行った。笹目通りに続く、外回り出口の一つを先行で開通。 2006年5月28日に練馬トンネル側への分岐部分を含めて全線開通した。なお、42トンネル延長部分の一部は開放式の半地下トンネルとなっている。速道は立橋となっている。原動機付き自転車も通行可能だが、歩行者、自転車は通行できない。地下に歩行者用通路、自転車用通路が設けられている。ありがとうございます。